はい、皆さんこんにちは、こんばんは。京都市動物園でジャガーを担当しております岡部と申します。本日もジャガーの環境エンリッチメントの様子を紹介していきたいと思います。本日行う環境エンリッチメントはこちらになります。はい、こちら、アヒルの屠体になります。今まで鹿やイノシシ、あとはニワトリの屠体給餌やってみましたが、今回は、アヒルをやってみたいと思います。朝日自身が、大阪天王寺生まれの生まれということもあって、まあ、大阪ならではの屠体ということで、鴨南蛮とかで有名な、まあ、大阪の、課金ですね、アヒルを与えてみたいと思います。屠体給餌の効果については、今までの屠体給餌の動画を見ていただければと思いますけれども、まあ、ニワトリやイノシシ、鹿に比べても、とても、羽が多いですね。こういった、まあ、動物自体の、特性ですね。こういったところがまた、ジャガーの最初に強みとしてどういった効果が出てくるのかなというところが、にまた注目いただければと思います。で、今まで長いこといろいろ、このジャガーにエンリッチメントをやってみたんじゃかっていうのをやってきたんですけれども、今回で最終回となる予定となっております。屠体給餌もそうですし、今までいろんな、まあ、木登りだったりとかいろんなことをやってきて、朝日自身もいろんな成長がいろいろ見られたかなっていうのは個人的な思っている部分ではあります。まあ、最初に全然屠体給餌も食べれなかったですし、木登りすることも結構苦手だったりはするんですけど、今も、垂直にスイスイ登ったりするような様子は結構見えるようになってきたんで、彼自身も、まあ、気持ちでもそうですし、肉体的な部分としても、いろいろ成長してきた部分があるのかなと思っております。今までこの、チャンネルやってきた中で、まあ、皆さんが感じてきたことだったりとか、まあ、紹介してきた部分で面白かったとことか、ぜひアンケートを今回行おうと思っておりますので、概要欄の方にアンケートのアドレスを貼り付けておりますので、そちらの方もぜひ、ご協力いただけると大変助かります。今後の教育活動の、参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。では、朝日に、アヒルを与えてみた様子をご覧ください。